こんにちは、まさこです。あっという間に36週になってしまいました。そして私はいつの間にか実家に帰ってきております。ということで今日は、出産準備品の紹介をしていきたいと思います。でなんか大きいものとかベビーカーとかはなんかもう結構上に上げちゃってて、ロフトのとこに上げちゃってるのでもうちょっと出せなくって最後に写真とかで紹介しようかなと思ってるんだけど、今こんな感じでベビーベッドとかこのカゴとか、あとここにもねラックがあるんですけど、ラックの中にいろいろ入ってるので順番に紹介していきたいと思います。姪っ子が2人いてどっちも女の子なのでお姉ちゃんからいろんなものもらったりだとか、あとはいろんな方からプレゼントをしていただいたりとかもしてるので、全部が買ったものっていうわけじゃないんだけど、今とりあえずあるものを紹介していきたいなっていうふうに思ってます。今日も本当にマジで早く動画撮ってって言われて、親からじゃないといろいろ洗えないから入院バッグも陣痛バッグも準備できない、洗いたいっていうことで今日私は急いで撮っております。まだまだノースリーブを着ております。エアコンもガンガンついております。まずこのベビーベッドなんですけど、お姉ちゃんが使っていたものが巡り巡って私に戻ってきましたっていうことで、私がこれから使う予定です。 60cm×90cm のミニサイズのベビーベッドで加藤時のものになってます。ベビーベッド関連はまずこちら、このベビー用お布団セット、パプポーで合ってるのかな、プッパプポーの、ベビー用お布団セットを会社のチームの方たちからいただきました。なのこのマーガレット柄、ちょっと見えないと思うんですけど、お花が可愛くてめっちゃシンプルで、お布団も掛け布団はちょっと最初はしばらく使わないと思うんだけど、枕とかシーツとかいろいろ入ってるものがちょうど、ベッドはもらえるけどこっちは新しく買わなきゃいけなかったのでこれをいただきました。で届いたのでこれから洗濯をママにしてもらう。セットでもらったのがこちらの、同じくパソコンのベビーベッドガードになります。ベビーベッドガードはこの四隅につけて赤ちゃん当たらないようにっていう感じなんだけども、最初はね当たらないかもしれないんだけど、ちっちゃいし寝返りもしないしだけどなんかめっちゃ可愛くってさ、この雲の感じが絶対合わせたら可愛いなと思って、これもちょっとおねだりさせていただいて一緒にプレゼントしてもらいました。赤ちゃん本舗で買いました。このラクラク防水キルトパッド、もっと薄めの防水パッドみたいな、防水シーツみたいなのもあったんだけど、それ買うとキルトパッドも別で買った方がいいよみたいな、結局2個買わなきゃいけないみたいな感じになったから、私はこのラクラク防水キルトパッドっていうやつを買いました。こちら2838円でした。これねシーインで買ったんだけど、見つけるこれを買いました。雲のモチーフがあるから、さっきの雲のこのベビーベッドのガードと合わさってめっちゃ可愛いなと思って、これを1000円ぐらいで買ったのと、これに合わせて、あ、この子がさ座ってるところなんだけど、これに合わせてこの同じくシーインで木の棒みたいな、この取り付け棒みたいなのが、これセットじゃなかったからこんな感じで棒をこう組み立ててここにつけてこれから吊るしますみたいな感じの。これも1000円1200円ぐらいかな、ちょっと可愛かったので買ったっていうのと、続いてはじゃあもうこの上にいるおもちゃたちを先にどかしたいので、おもちゃたんたちをやっていきます。あ、ジェリーキャットのうさちゃんが2匹、クロエちゃんがなんかうるさいからクロエちゃんついてる。ここにもテディベアがいるんですけど、ここにもテディベアちゃんがいるんだけどね、ボッサボサだよね。トリミングしないと、トリミングしないと、お、はい、触ってて、1個にちょっと触ってて、お願い触って。このね、1匹目はね、旦那が昔っていうか卒業旅行、大学の卒業旅行かなんかに行った時に買ってきて、なんか未来のここにっていう感じで買ってきたジェリーキャットが1匹と、もう1個のジェリーキャット、こっちはこっちがそうだったかな、ちょっとどっちか分かんない、忘れちゃったんだけど、でもう片方はこの前ヨーロッパに行った時にもう1匹買うって感じでもう1匹買ってきました。ここにいるザラホームのママが買ったオーストラリアのおばさんからもらったこのコアラで、これさ歌うの。もういいよ、もういい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 、はい、歌うコアラと、先輩からいただいたイルカちゃんと、クジラちゃんとミルクのおもちゃ。その時はまだ女の子か男の子かどっちか分かんない時だったから、産休に入る先輩がくれたんだけど、どっちでも使えるようにってめっちゃ可愛いジェラピケのねやつをねくれました。とあとこれも人形に入るかな、これも会社の先輩がくれたまるまるのなんかタオル付きの人形。他にもこのにぎにぎするさうさちゃん、にぎにぎするうさちゃんももらいました。これがね人形ちゃんたちで、続いてなんですけど、成長のなんかマイルストーンみたいなやつのこのやつも買いました。これね500〜600円だった気がする。なんか一緒に写真と撮ると可愛いよみたいなやつね。おむつはこんな感じで新生児用のものを買っております。見せられないかもしれないんですが、新生児用のテープのものを買っております。でおむつと一緒に使うお尻拭きはちょっと箱買いしてるんだけど、箱がちょっと重たくて持ってこれなかったので1個だけ持ってきて、コストコのこのカークランドのベビーワイプを買っています。コストコのもう1種類のやつを結構最近使ってる人多いと思うんだけど、私たちはこれを持ってたのでこれを使う。コストコのお尻拭きは大好きです。クロエちゃんもコストコのお尻拭きを使ってる。でおむつが匂わない袋 SS サイズ、これも、赤ちゃん本舗で買って、これって結構高いんだね。200枚入ってさ1540円しました。なんか S サイズを2個セットで買うともうちょっとセールみたいなのやってたんだけど、ちょっと一旦いいわと思ってこれとリッチェルのふかふかベビーバスステップアップって空気で膨らますタイプのベビーバスを持ってます。でこれは東京都の赤ちゃんファーストギフトのポイントで交換しました。これと一緒になんかこれかな、なんかタオルがくっついてました。これでね5000ポイントだった。でこのやつを赤ちゃん本舗で買うと4600円ぐらいだったから、ポイントとこれはトントンだなと思って買いました。赤ちゃん本舗で買う値段と買えるような値段とか Amazon で買えるような値段と赤ちゃんファーストでポイントでもらえるやつのポイントが全然違う時とかあって、普通に買った方がこれは得じゃないみたいなのがあったので、得にならちゃんとトントンのやつを選ぶようにしました。で他にもう1個このメルシーポット、これも赤ちゃんファーストのポイントでゲットして、これは1万ポイントだったんですけど、同じくこれ普通に買うと、それぐらいの値段するからこれはポイントで買ってよかったし、絶対必要になる鼻をね吸うやつになるから、これは買ってよかった、ポイントにしてよかったなって思ってます。でもポイントこれすぐ交換できなくて、なんか今結構これが人気だから今すぐ交換できませんみたいな感じで1週間ぐらいなんか私の時は欠品みたいな感じになってたから、その時はね交換できなかった。ちょっと待ってから交換しました。コンビの除菌上手っていうレンジでできるやつで、これ赤ちゃん本舗でもう取り扱いなくなったみたいなんですよ。この前探してたらこれもねポイントであったはずなんだけど、なんかなくなってて、で赤ちゃん本舗からもなくなってて、なんか取り扱い終了しましたみたいな感じで言ってたから、メルカリでもうゲロ新品のものを買いました。本当に新品、もう普通に箱がちょっと潰れちゃってるけど、中はもうマジの新品のやつをちゃんと見て新品だなって分かるやつを買いました。 Amazon で買うと、3000円しないぐらいなんだけど1700円で買えたから、新品だしよくない、箱いらんしと思って、これはメルカリで買いました。で哺乳瓶とか哺乳瓶用の乳首とかは買ってなくて、病院で使ってたものを買えっていう風にお姉ちゃんに言われてるので、それを買おうかなって思ってるからまだそれは買ってない。ミルクも病院で使うものはもう分かってるんだけど、なんかお母さん学級みたいなので、うちはこれ使ってますみたいなの分かってるんだけど、もしかしたらその余った缶を一旦もらえるかもしれないと思って、まだそれも買ってないです。でそれはなんかそういう哺乳瓶とかミルク系のものはそのゆりこさんからもらう東京のポイントが、今私ベビーブースで5000使ったでしょ、でメルシーポットで1万使って1万5000でしょ、で1万ポイントまではカードなんかなんかクオカードみたいなのに変えれるから、そのクオカードに変えたそのポイントから薬局とかで買ってきてもらおうかなって思ってますっていう感じかな。であとおもちゃもう1個いた、このねゴムゴムのこうにぎにぎできるこのおもちゃもありました。これもねザラホームでママが買ったやつ。もう1個メルカリで買ったやつがあって、これがこのイレネラナイスの、おくるみなんだけど3個入ってるドラゴンの年の限定のやつなのかな、わかんないけど、このおくるみが売ってたので新品で買いました。で赤ちゃん本舗でも同じくこのやつ見てたんだけど、これじゃなくてなんか 2個入ってるやつで、なんかディズニー系のキャラクターのやつしかなくって、うーんみたいな感じであんまり好みじゃなくって、1回持ち帰って考えててメルカリで見たら、これがね2000円で売ってたの。やばくない？これ普通に買うと6400円とか7000円するかしないかぐらいなんだと思うんだけど、それがね2000円で買えたから、めっちゃいいじゃん、しかも3つ入ってんだよと思ってさ、これは本当にいいね。メルカリって結構新品ちゃんとベビー用品とかって結構あるんだと思って、これからもメルカリはね新品系とかは要チェックしていきたいなって思ってます。あとなんか赤ちゃんの体重計とかもメルカリでいいって聞いたから、それも見てみようかなって感じで、あとはもうちょっと使うのは先になるんですけど、これももらったもので、このコップ飲みを練習するやつとこのリブ、使うのはちょっとまだ先だけどゲットと、これは入院中に使うスリッパ、スリーポイントで買いました500円と、シーインで買った10本入りの赤ちゃん用服のベビー服のハンガーと、あと赤ちゃん用の綿棒、あとこれも100均でペットボトルキャップと、これまた陣痛バッグとかの紹介の時に見せます。ペットボトルキャップと、あと粉ミルクのスプーンも100均で買うといいって見たので、なんかとりあえず買っといたら100円だしと思って買ったのと、あとこれいる？ってかお姉ちゃんからはいらないって言われてたんだけど、ほら一緒に買い物に行くさ、お母さんがさ「いるよ」とか言うからさ、とりあえずなんか入れられたんだよね、カートの中にね。825円でした。爪切りバサミ、爪切りバサミが968円、新生児から使える以上のやつです。とこれもピジョンのベビーソープ、全身泡ソープ、ベビーソープとベビーローション、木製の香りになっちゃったんだけど違えちゃったかな、けどまあとりあえず使ってみて、なんか匂い強いみたいな感じになったらちょっとすぐ変えようかなって思ってます。しっとりタイプのベビー泡ソープ、泡がいいよって全身泡ソープと、しっとりタイプのベビーローション、これもポイントでめっちゃもらえるポイントとかあったんだけど、東京のポイントでもらえるやつが結構 ×3 みたいなものが多くて、こういう感じのものって。でもなんかこういう肌につけるものって合う合わないがあるらしいから、合わなかったらもう即チェンジらしいじゃん。だからそうなったらもったいないなと思って一旦1個ずつ買いました。でこれはね薬局の方がね確実にね安いのね。ここでね買ったのはねいくらだったかね、1000円したし、ベビーソープは1000円したし、ベビーローションもミルクローションも1000円したのね。で薬局で買ったらなんかねセールしてて693円とかもう見たんだけど、ちょっともうとりあえず赤ちゃん本舗にいる時にもうとりあえず買うかってなったので、今回はこれで買って次からはもうちょっと安い薬局で買おうかなって思ってます。このねピュアレーン乳糖ケアクリームを友達がこの、妊娠祝いっていう感じでベビーに会えるの楽しみにしてるよってこうくれたので、これを使っていきます。でもこれさめっちゃ欲しかったし、結構さ割といい値段するじゃんね。でちっちゃいの買うかとか思ってたらさ、このさなんと大きいサイズの方くれてありがとうございます。これをねママがね多分ね楽しくなって買っちゃったんでしょうね。ザラホームキッズのとこにあったなんだろう、多分おむつとかを入れたりだとか、なんか小物を入れるケース、ザラホームの可愛いよ、めっちゃ可愛いんですけど、これね多分楽しくなって買っちゃったんだろうなっていうやつですね。続いてこのカートの中に入っているものと、このカゴに入っているものを紹介していきたいと思います。半熟ショーツを2枚入りのものを買いました。これはね1408円でした。と同じく授乳ブラはこれシーンで買ったんだけど、なんかシーンのがすごくいいって見て買いました。3枚セットでペコって外せるやつっぽいんだけど、あ、こんな感じ、こうやって外せるタイプのもので、これがすごくねいいって見たので、ピンクベージュって入ってるこの3枚セットのものを買いました。これもねさっさと開けろって、もう洗えないよ私ってママに言われて、いつ来るかわからないよあなたって言われて、3枚セットのもの急いでね洗ってもらわなきゃいけないんだけど、これとあとは、前開きのパジャマが必要ということで2個買いました。これね2900円したのと、こっちは3700円ぐらいしたのかな。パジャマ高みたいな、3800円したのか、パジャマ高ーと思って、パジャマってこんな高いっけと思ってたら、みんなもっといいパジャマ買ってんだね、みんなもっといい、全然もっと高いのみんな買ってるんだと思ってさ、でも3800円十分高くねみたいな感じなんだけど、ちゃんとウエストとかも大きいものじゃないときついなっていうことで、この2つ買ってます。これも洗ってもらう、基本洗ってもらうんです、このお家で。あと、赤ちゃん本舗でこのタオルを買いました。で今こっちにもねタオルねあんだけど、家にもタオルあって、ただこれはね赤ちゃん用じゃないの、普通のめっちゃふかふかのいい感じのタオルなんだけど、赤ちゃん用のじゃなくて、ちょっとまあ正方形じゃないんだけど、これ赤ちゃんに使おうって思ってたやつが2個あったのね。で、まあ、1個買っとこうと思ったの、さ、これがさ1700円で買ったんですけど、お家に帰ってきたらね、私山陰からそういえばミキハウスのこれももらってたと思って、これもタオルだったの。ミキハウスのまあ、ね、柄は好きじゃないけどさ、ミキハウスのこれももらってたと思って、あタオル4つになっちゃったと思ってさ、これ買わんでもよかったなって思ったんですけど、まあ買っちゃったので使いますっていう感じです。であとはガーゼハンカチ20枚、普通のガーゼハンカチ1298円でした。あとこれはねお姉ちゃんにねもらったトコちゃんベルト、まあ全然使ったことないんだけど、とりあえず産んだ後にすぐに骨盤を締めろって書いてあったので、そのために持っております。今はね全然持ってない。あとはまあこの辺の試供品をもらったりだとか、ミルクの試供品をもらったりだとか、あとはお洋服系になってくるんだけど、お洋服系はねまずねリボンたちでしょ、これもう洗ってあるから風破してあるんだけど、リボンとか、あとお姉ちゃんが作ったおもちゃ、歯固め的なやつとか、これもお姉ちゃんが作ったなんかにぎにぎするのかな、こうにぎにぎする感じのやつと、これめっちゃ可愛くない？これもねお姉ちゃんが作ったはずなんだけど、多分これはすぐ着れるだろうということで出してあります。めっちゃ可愛くない？すぐに着せたいなって思ってます。と本当に服1枚も買ってなくて、本当に買ってないんですよ、マジでほぼ本当に、あ1枚ってママがなんか買ったやつあるんだけど、本当に全然買ってなくて、全部もらったもの、この肌着系とか、これも肌着、これも多分ロンパース系のなんかお洋服、うさちゃんのこういうのとか、これを着せる感じですね。なので本当に何も買ってないです。でこれもお下がりのスタイだとか、結構なんかちっちゃい時に着れるね可愛いなんかセレモニードレス的な、これも退院の時に着せたらどうですかみたいな感じのやつだと思うんですけど、これエプロンだよね多分、なんかおちりくまちゃんついてるお洋服とか、指キップみたいなのとか、あとと、ちょっとここには置いてないんだけど、そのなんか抱っこ紐の上からつけるモコモコのやつとか、あともう全身本当にくるまれてるダウンジャケットみたいなやつとかももらったので、それを使います。あとはスリーパー、1個目はこのママが買ってきたザラホームのこういうタイプのスリーパーと、もう1個もっとこのふわふわな冬とかに超ぴったりなやつを、これも会社の先輩がくれたので、これも使っていきます。だから最初はさ、そう敷き掛け布団とか使わないんだよね。こういうので寝かせていくって感じだと思うんですけど、これとか多分これもママが楽しくなっちゃって買ったおむつ替えマットですね。おむつ替えマット、ザラホームのやつ、これもあります。これをね、退院の時に着せようと思ってるこのね、ちっちゃいかわいいザラホームのお洋服、多分退院の時に着るかなみたいな感じのロンパースと、これもね、病院からもらったミキハースの下着、肌着、そう4本もくれて、なんかギフトみたいな。あとは追加で多分ママがこの前買ってた H&M のこのロンパースタイプの肌着、これ多分3枚セットのピンクと、こんな感じの肌着。でも本当に冬の間、私マジで服本当にいらない、本当にいらない感じの、もうこれ以上は何も買うなって言われてるような感じの人なんですけど、こんな感じでロンパース系と、あ、これね、今のやつはねパジャマらしくて、これがねこうやってセットになってるので、こうやって、でもそこ何センチ、2ヶ月で着れるんだ、こんな感じのズボンとかっていうのと、あとはちょっと昔からあったガーゼ系のものとか、あとこの前私がねいただいたスタイルとかがこのカゴの中に入ってました。なのでこの辺もね、順番に洗ってもらって、でもう使えるような状態にするっていう感じかな。以上かな、ここにあるのは。以上、長かった。あと他に持っているものとすると、写真になっちゃうんですけど、ハイローチェア眠りらのこの手動タイプのお下がりをもらったので、それがあるのと、あとベビーカーは、クロエちゃんがエアバギーをね前使ってて、あんまり使わないんだけどこの子で、それのチェンジバージョンっていうか乗り換えみたいな感じでベビーカーにできるので、それを買ったのと、だから多分エアバギーのベビーカー普通に買うと8万7,000とか9万とかするんだけど、その乗り換えのやつにすると2万5,000ぐらいで揃えれたので、それと、あとクーファン、なんかカゴみたいなやつももらったので、お下がりをそれとか、あとはこのワゴン、ベビーワゴンになるようなこのワゴンがあるのと、あと、赤ちゃん用洗濯洗剤があるのと、あ、チャイルドシートもあります。それもお下がりでもらったから買ってなくって、であとはIKEA で授乳クッションとお風呂マットを買うっていうのと、あとは抱っこひもがまだないけど、抱っこひも最初の1ヶ月ぐらいは使わないだろうしな、落ち出れないしっていう感じなので、ちょっとまだ検討中って感じなんだけど、それぐらいですかね。あとは今回のこの買い物、結構商品券めっちゃ使ってて、赤ちゃん本舗の商品券が1万5,000分あったのと、ゆりこさんからのこのクオカード、クオペイ1万円分があるのと、まだそれを使ってないんだけどと、あと子ども商品券っていうのが1万円分、なんかクッと面談をした時にもらえたのがあったので、それを使ってってやってたら、赤ちゃん本舗のも消えたし、子ども商品券もほぼほぼ消えちゃったんだけど、まだクオペイが少し残ってるっていう感じですかね。あとは里帰りをしてるから毎回の、病院のお金がめっちゃ高くて、ってなってるんですけど、しょうがないってことで、って感じなんだけど、本当にって感じのレベルの、金額を取られるので、本当にって感じなんだけど、でもあとちょっとなのでっていう感じです。入院バッグ、陣痛バッグの中身を詰めるときに中身を紹介していきたいなと思います。これくらいかな。実家でゴロついてます。ギリギリのくせにやることいっぱいあるのにゴロゴロしてます。いっぱいあるのにね、くらい終わったよはい、ということで今日の動画長かったと思うんですけど、最後まで見てくれててありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。